愛ゆえに人は悲しむ。歯向かう者には罵声あるのみ。さあ今宵も聖なる宴の時が来た。太一プレゼンツ、俺にもやらせろ、ドットナイン。さあ太一さん、あれあ、まず明けましておめでとうございます。いや何時だと思ってんだよ遅いよ。いや僕もやっぱ新春一発目ということで食らいつくように今来てますからもうやるそう、もうなんか見慣れないものがいっぱいありますし。何これ、ラブホテル。行ったことないから分かんないけどあんまり行かない。休憩だけね。休憩休憩専門で、うん、今日実はですね、ここのこの場所は東京ドーム2連戦、まあ、2冠戦を見事的中されたと、そのまあご褒美という形、まあ、これどうですか。このはそのご褒美、的中の、はい、逆に迷惑なんですけど。あれそうめちゃくちゃ遠いここ。あ、そうですか。どこだよこれ。僕もちょっと初めて降りる駅だった。何ここ埼玉県ここ最寄りの駅の漢字がちょっと初めて読みました、ね。うん、もう読めなかったよ、あんなもん。これだったらいつものところいいわ。あ、そうですか。汚ね暗がりのところでいいよ新年一発目、そこで我々はシャンパンを用意。あ、じゃあ恐縮ですけど、私よともね、名刺会社明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あいつもういいから俺のとこばっかり。あいつですいただきます。どうぞ。もう違ったでしょシャンパンってそういうこれ安いやつだ俺。あ、そうさすがバレんだよすぐ。あ、安いわ俺。あ、本当ですか。980円ぐらいだろ。あ、そうそう。ちなみにお値段は。お値段1000円です的中してるじゃないですか。なんで全部的中するんだ何が褒美で980円。ふざけんなよこれ。ガソリンを注入し、さあ本題へ。東京ドーム2連戦を的中したをね、太一さんにちょっとまあやっぱりその、まあ、最後のクライマックスでの大阪城ホール、うん、あの東京ドームの続きというか、うん、2冠戦がねまた発表されてますけど、 2.9 大阪城ホール、 IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合、挑戦者ケンタ VS 王者内藤哲也。その二冠戦だけどよ、俺だって言いたいこといっぱいあんだよこれな。あ、ちょっと喋らせろよ。そこで今回は聖帝の主張をたっぷり放つ新たな試み、さあ宴の始まりだ。まあ、結果はもう予想通り本当にね、うん、普通のことだったけど、うん、その後がちょっとさすがに誰も予想できなかったかなみたいな。これはさすがの大志さんも、うん、ケンタね、うん、うざい負けてね出てきてお前まだいたんかと思って逆に早く帰れよ負けたんだったらと思って、はい、まああれはいいやつはやつなりの意地だったじゃない。これで終わりたくないってやっぱり、ね、外から来てる人間だし、うん、とちょっとでも途切れるとっていうのもあるんじゃないの。まあただね、それでね挑戦権与えられるってなると、うん、ちょっと今までのバランス全部壊れたよね、うん、今回ね、はい、新しいなとは思ったけど、そうですよね、うん、あ、じゃあいいんだって、そうですよね、殴ったもん勝ちじゃんみたいな。ですよね、うん、だったら俺だったらあの、ね、どうもなく同期行かせて同期殴ったら同期挑戦できるのか話になってくるじゃんなんで決めたかね。俺はね小1時間問い詰めたよね、上層部をなんで認めたのか、それを
競馬に例えたのね、もうぶっちぎってナイトがバーゴールして、そうですね、あんなやってるとこで落馬したみたいな状態だ、そうですよね。ゴールした後に落ちんのお前みたいな。でね、あれはねナイトも悪いよね。ナイトが悪い、あれをずっといろんな V とかで言ってきたでしょ、コメントとかで。絶対ハポン大合唱しますって。東京ドームで初めての大合唱実現させてやるぜカブロン。もうね、正直僕らもかなり煽ってましたから、それをでしょ、それが不倫になっちゃった。そう、ね、逆に、はい、それがあだとなった。そうですね、だったらそれ潰してやろうっていうやつが出てきてもおかしくないよね。なるほど。だがしかしね、物言い、物言いだね。もう勝負審判の手挙げてるよ、はい、さっき負けたやつがってとこでしょ、みんな思ってるのは。後藤の技もあまり効いてなかったと。なるほど、そうですね。後藤が悪いんですよ。後藤さんもきっとって多分完全に叩き止めせなかった。そう、そうですよね。これちょっと後藤さんの責任論にも発展する可能性があると。もう俺の方が下じゃんみたいな感じになって勝ったけど。絶望止まらぬ聖帝、ガソリンを注入し、安い。注目の勝敗予想。二冠を的中させる男として次の二冠戦もお願いしますということで、はい、勝負は見えてます。 おめでとうございます。内藤哲也選手です。 おめでとうございます。笑いはもう合格する。あ、なるほど。ただ実力が、あ、ちょっと真面目な分析しちゃえばで、おお、いいのかな、これカットされるかもしれないけど、ね、まあ来た当初ちょっと俺も気になって見たけども、はい、打たれ弱いってことは俺には判明してる。結構ね、踏み込んだ発言ですよこれ。俺のね、自分的な太一まとめであって、はいはい、そうね、バシバシ蹴ったり、はい、張ったり殴ったりガンガン行くタイプ、そういうやつってに限って、うん、打たれ弱いんだよ、すごく。お、なるほど。その理由は、はい、バンバン行く、ガンガン蹴っ飛ばす、殴る、やっぱやられた方ムキになるね。普段そういうタイプじゃない人間でも、そうするとムカついてやり返す、はい、その頻度が普通の人より多い、はい、ああいうタイプは。ガンガン行くタイプは、ついつい自分がガンガン行くってことは、はい、自分もガンガンされてる、そうですね、比率が非常に普通のレスラーより高い。おそらく勝負のもう分かれ目は内藤のあの殺人ビンタ、はい、殺人ビンタがクリーンヒットしたらきっとね、健太も立てないと思う、はい、本当にレスラー人生で一番強烈なビンタは内藤だから。あ、そうですか。毎回、はい、毎回真っ白な悪い方だから、あいつ人を人と思わない殴り方するから。俺いや、ハンチングマシンじゃねえぞぐらいの勢いで殴ってくる。なるほど。健太はあのビンタは耐えれないと思う。そこかな、はい、勝負の分かれ目は。真面目に分析するとね、はあ、出たねプロ目線ね。カットされるかもしれないけど、ちょっと真面目すぎて僕らもどうしたらっていう。果たして結末は。そして注目のあの試合に迫る。佐々木さん、やっぱりこの季節というか北海鍛える、うん、怖い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 出てくるから、そうですね、病気じゃないんだから。そうですね。また2日目は大地さん、これ来ましたね。いや、来ましたっていうかもう固定なんでしょ、札幌。そうでしたっけ。札幌メインイベント俺しかないでしょ。そうですね、札幌あるある早く言いたいみたいな。そうですね、大地がメイン張りがちみたいな。まあ、今回でも相手が、まあ、これはちょっと獲物としても一番今美味しい相手というか、12年ぶりね。12年ぶり。まあでもあのヤングライオンの時に、まあ、岡田選手が本格デビューが、ね、ついにっていうか俺からしたら、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれませんって感じ。はい、ちょっと聞いたことがあるんですけど。でももう痺れを切らしたって感じで、俺の方が、うん、ちょうどね負けた、肉体的にもボロボロ、精神的にもボロボロ、今絶対弱いじゃん。かどうかはちょっと分からないですけど、ね、わ
ある意味温存されてきたのか、それともただの偶然なのか分からないんですけど。いや温存だろ温存と向こうが逃げてた、はい、あなるほど避けてた、なるほど、やったら、ね、多分怖いんだよな俺のこと。あ、うん、なるほどなるほど、はい、やっぱり嫌な記憶だからデビュー戦で負けた相手、ね、やっぱ、はい、あの時も俺よくいじめてたもんな。石狩先生こんだけ楽しんでいつだって言えたのに、向こうがチャンピオンの頃に俺に勝ってないんだから。そうですね、唯一越えなきゃいけない壁がありますみたいなそうですね太一さん出てきてくださいみたいな甲高い声で言ってもらってかなり食べるんですよねはいつも準備してたんです。俺かなと思って毎回サナヤンとやるでしょ。そうですね。とここで本家月刊6.9では同じタイミングで飲むんじゃないよお前残念でした、大志選手の負けです残念でした。大地選手のシングル成績も調べてあります。ここでいらない数字を出してくるんですけど6勝9敗。汚いとこにあいつ目いくよね。すぐもう6級にはもうあいつそこに全部命かけてるのが6級を探すことに。これ本当に田口さん自分で見つけてきましたまあそこだけはもう頭下がるよ。まあでもああいうちょっとね、ちょっと屈辱的な予想をされましたけど、うん、どうじゃあ3人でさ、朝まで生ドットナインでもやろうよそこまで言うんだったらあいつもグズ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 ね。これ禁断の共演が、うん、俺のこといつも言ってるでしょ、なんだかんだって、ね、はい、ガチャガチャ言っても分かってんだ、だったらもう俺はいいよそれでやってるよいつだって。なるほど、まああいつにはそんな度胸ないだろうけどね。そうですね、田口さんもまだ受けるとは言ってないですけど6.9 シリーズに新展開か。注目カード目白押し、ザ・ニュービギニング・イン・札幌、そして大阪の行方は。新日本プロレスワールドでは完全生配信。新日本プロレス大阪城決戦冬の陣、熱き戦いが大阪城ホールを飲み込む。 2.9 ザ・ニュービギニング・イン・大阪。